1958年にソビエト連邦で発行されたアイニーの肖像が描かれた切手をソモにサドリディン。アイニーはソビエト連邦タジク共和国の作家、ウラマー。タジク語による著述活動を行い、ソビエト連邦ではタジクソビエト文学の創始者として高い評価を受けた。1878年にアイニーはブハラ・アミール国支配下のブハラ近郊の農村で誕生する。 村落で、初等教育を受けた後、12歳の時に、ブハラのミール・アラブ・マドラサに入学する。アイニーはマドラサが、形式主義、権威主義に陥り、近代的な教育の導入を拒む、保守的な興奮を批判した。そして、ロシア語の学習に熱意を持っていた裏側のトゥラブが、マドラサから追放されたことに落胆し、学校の保守性に反発して退学する。 アイニーは、ブハラの歴史家ダーニッシュの思想の影響を受けるようになり、啓蒙活動に従事するようになった。また、火山出身の教師アブデルラフマンサーディの紹介で、イスラーム改革主義の中心的な雑誌、スラドメウスタキムに触れ、政治と社会の視野を広げた。伝統的なイスラームの教育法に疑念を抱く、アイニーは1908年に新方式の学校の設立に参加し、 1910年頃から青年ブハラ人のジャディード運動に身を投じるようになった。1917年4月にブハラで自由と独立。この事件の際にアイニーもアミールの関係に逮捕され75の鞭打ち刑を受けて投獄されるが、ロシア人ソビエト組織の介入によって釈放された。釈放されたアイニーはソビエト政権下のサマルカンドに移り、 宣伝活動に従事した。1918年にブハラのアミールはサマルカンドで活動するアイニーへの報復として彼の弟を処刑する。釈放後のアイニーは青年ブハラ人から距離を置くようになり、1920年のブハラ革命の際にはサマルカンドに泊まっていた。ブハラ人民ソビエト共和国の成立後、フィトラトのブハラに伝わる写本、文書の収集。 生理事業に協力する。アイニーは多軸語だけでなく、ウズベク語にも精通していたが、1924年の民族協会確定の後は、多軸ナショナリズムの立場を取るようになる。1926年に編纂した、多軸文学聖戦で10世紀以来の多軸文学の伝統をルすともに、多軸民族の歴史と文化の復権を主張した。多軸文学聖戦は、 同じく民族のアイデンティティを主張するフィトラとのウズベク文学聖戦と対応なすが、ソビエト世界でアイニーの作品が好意的な評価を受けたのに対して、フィトラとの作品は汎用デュルク主義思想を表したものとして排除された。1950年にソビエト連邦最高会議代表議員。1951年にはタジク共和国科学アカデミー初代総裁に就任した。 1894年頃からアイニーは詩の発表を始める。1918年に作詞した自由行進曲10月革命のためには多軸文学のシンボルとみなされている。1919年からアイニーは雑誌革命の父の編集に参加し多軸批評文学を確立した。1920年にアイニーは最初の多軸御三文 ブハラの死刑執行人を発表し、作中で封建的なブハラの社会を風刺した。1920年代初頭に書いたトゥランコーシン曲には反中力主義の思想が見られるが、やがて多軸ナショナリズムの立場を明確にする。1949年から1954年にかけて書き上げた自伝的な作品、回想記の中ではアミールの圧勢に苦しむ。 多軸人の生活、風習を描写し、記録、事実の著述と、し、三文による芸術性の発揮の両立を成功させている。アイニーは、改装期の執筆にあたって、ロシアの作家マクシム・ゴーリキーの影響を受けたことを認め、両者の経歴に共通点が多い点が指摘されている。ありがとうございます。